でも手の意識あんまりないです。そうなんだ。なんか体のについてくる感じ。下半身リードで、はい、そしたらなんか近くに来ますね。スポーツは下半身だもんね。やっぱそうですよ。ここだけも下半身、うん、でもやっぱりそれができないと上半身になっちゃうよね、うん、あ、そういうことです。そうそうそう、マジとも下半身で行かないと。そうなんですね。なんか腕とかいや、もう体全身。あと後で腕が来るから。へえー、あ、そうなんですか。そうそうそう。手のイメージが強い。なんかゴルフと一緒だよね。あ、もう。やって分かってるけど、でもやっぱ難しい。難しい。腕が来ないんだ。なんかこう、はい、70% ぐらいの力しか出てなくてなんかでも振ろうと思えばやっぱ振れる、はいはい、振れるけど、うん、なんかね全部の同調しないっていうか、はい、ちょっとバラバラになっちゃう。そう、わかる。なんか、うん、あの一番なんか振れない、振れこのストレス振りたいけど振れない、振りたいけど、はい、抑えてですか。多分振ろうとしたらなんかトップ浅くなってるとか。ああ、はいはい、墓がずれてる、ね、そう、ずれるようなイメージ。難しいですよ。何なんだろうね何をしたらうまくなる。何、うん、永遠にその繰り返す、繰り返し、何か良くなってそういうの嫌だな本当に下半身使ってる感覚ないんだよあんまり。あ、そうなんですか、うん、腰と、はい、なんか腕振ってる、はいはい、下半身の使い方が分かんない。東京オリンピックでオリンピック委員されてるじゃないですか。当日どんなことされるんですか。当日、はい、なんだろう、俺やってるの飲食戦略委員、あの選手村の飲食、はい、食事の提供をどういうふうにオペレーションするかとか、はい、まあ、あと単純にさ食事っつってもさ、うん、もう200カ国以上のさ国と地域が集まるので、はい、宗教だったり、はい、その食べるもの好き嫌いとかのレベルじゃなくて、うん、食べれる食べれないある、はい、アレルギーの人もいるし、え、めっちゃ大変です。種類もいっぱい準備して、とは言いながらやっぱり日本食をもっと知ってもらわないといけないから、うん、なるほど。そういうこう、PR、あの200いろんな人に飲食が多宗教に対応してるものを出すのはどうしたらいいかとか話だった。すごい、そう、食べてみたい選手村の食事。僕 の、 あの銀座にレストランがあって、同じギャップっていう認証を使った選手村でも出す調達コードを持ってるレストランをやってるんですよ。食べに来てください。そこは国際的なスポーツでも出されるような同じメニューを再現してたんですか。ちょっと案内します。案内します。左バンカーで狙って。惜しい。惜しい。ナイス。
見に行きやすいですよって言われたんですよ、キャディさんに。でも全然そんな感じしなかったんですけど、行きましたね。やっぱ行きやすい作るのも単純にコースに罠にはまっていくもったいないですね。最後までカップに入れるって あんまやんないから、うん、あ、そうですよね。今日はなんか緊張感ありますよね。あ、最後までよかった。チンペリもグロスも2位でした。残念。残念。楽しかった？楽しかったです。いろいろ勉強になったし、来年もあ出れるのであれば、出れるのであれば、私ぜひお願いします。お疲れ様でした。